はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は鮎の魚醤を使った、パスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。鮎の魚醤、スパゲッティーニ、イタリアンパセリ、無塩バターです。今日なんですけど、僕がずっと愛用してきた鮎の魚醤の丸原さんの本社から連絡いただきまして、すんごい嬉しかったので、ちょっと案件ではないんですけど、ちょっと今日この鮎の魚醤メインのパスタを作っていきます。で、最近僕はこっちのこの魚醤を使ってると思うんですけど、これは別に中身が変わってるわけじゃなくて、これと内容は中身は変わらないんですけど、ただ容量が大きくなったのが、この魚醤です。はい、今日は本当に鮎の魚醤をメインのパスタにしていきたいので、もう構成要素もすんごいシンプルで、もうバターと魚醤と、あとはちょっとバターを乳化させるための茹で汁と、あとは爽やかさを出したいので、イタリアンパセリをふんだんに入れたような鮎の魚醤メインのソースになります。で、これはよくシンプルで、その食材をメインに持っていきたいパスタとか作るときに大切にしていることがあるんですけど、その食材を主張したいときって、たくさんいろんなものをごちゃごちゃ入れすぎないってことが大切で、今日も魚醤の旨味と、で、バターのコクと、イタリアンパセリの爽やかさ、これ以外にも何も入れないんですけど、これ以上入れてしまうと何のパスタかこう分かんなくなってしまうので、こういった最小限の、3個ぐらい抑えて料理するっていうことが、大切になってきます。で、バターなんですけど、今日鮎の魚醤はどちらかというと柔らかさがあるので、普通のイタリアの魚醤に比べて塩味はそこまでないんですけど、でもやっぱりしょっぱくはなっちゃうので、バターが今日無塩バターを使うのがポイントです。これは塩が入ってバター使ってしまうと本当にしょっぱくなってしまうので、そこを無塩バターでやるのがポイントです。で、あとパスタなんですけど、今日魚醤バターのすごい濃厚な風味のソースなので、テフロン加工というよりはブロンズのザラザラしたタイプで、スパゲッティでもいいんですけど、しっかりとこの風味とか楽しめる、でいい感じのものがスパゲッティにが適してるのかなと思うんで、これで茹でていきます。でも本当にシンプルなんで、すぐできるソースになってくるので、もう麺を茹でていきます。はい、それではソースを作っていきます。これもものすごいシンプルなんですけど、まずは火をつけてバターを溶かしていきます。で、このパスタのイメージなんですけど、和風で醤油バターってあるじゃないですか。もう本当にあれに似た感じにはなるんですけど、醤油の部分が柔らかい魚醤に変わるっていうイメージですね。で、まずはしっかりバターを溶かしてあげます。で、バターが溶けたので、ここで鮎の魚醤が入ります。ここでバターと合わせます。で、ここで大事になってくるのが、このベースのものをまず一回味見します。味見して、ここがちょっと塩辛い状態になってしまったら、ここで茹で汁足したらさらに辛くなるじゃないですか。だから、ここをベースをまずはどれぐらいの塩分なのかなって確認することが大切です。で、ちょっと少ないので足して、で、ここで茹で汁を加えて、乳化させていきます。大体バターと同量ぐらいの液体を入れるといい感じにとろみがついて乳化できます。だから、もうこれあともう茹で上がり待つだけなんです。待ってソースと合わせるだけなんですけど、今日はイタリアンパセリの爽やかな香りを加えて仕上げていくんですけど、これも和風のニュアンスで全然刻み海苔をやったりとか、貝割れを乗せたりとか、いろんなバリエーションがあるので、自分の好みのやり方でやってみてください。で、温まったらこの時点でスタンバイが OK です。はい、それでは麺が湯がったので合わせていきます。この時にソースも温めます。しっかり切って、
入ります。これで、もう一回再度加熱しながら、このバター、魚醤バターソースを麺に吸わせるイメージで、バターにとろみがつくまで加熱していきます。で、この最後の段階でイタリアンパセリの爽やかな感じを。で、バターソースって普通のオイルベースと普通のオイルベースに比べてとろみがかなりつくものなので、ここ温まり始めたらもうすぐとろみが来るので、そこだけ気をつけてやるようにすれば大丈夫です。で、ちょっと気持ちゆで汁を足して濃度を調整して、で、とろみがついたら、盛り付け入っていきます。はい、それではソースが麺に絡んだので盛り付け入っていきます。はい、いただきます。絶妙なバランスですね。間違いないですね。このバターのコクと、この魚醤の旨味と、でもイタリアンパセリの爽やかさが加わっているので、もう何も必要ないです。それぐらい美味しいです。で、この鮎の魚醤なんですけど、僕は自分のこの料理とか作るときに、味のこの構成要素として、だいたいこの鮎の魚醤を旨味として加えていくんですけど、まあそれ以外にもこの鮎の魚醤のすごいところって、まあ普通の魚醤にはない、その食材と食材をつなぐ調和をするっていう役割があるっていうのを僕ずっと使ってて気づいたことなんですけど、旨味を出すだけじゃなくて食材を調和するっていう素晴らしい効果もあるので、本当にこの魚醤があれば料理の腕もそうなんですけど、別次元のものになると思って、ずっと長年愛用させていただいてます。で、今回本当にせっかくのご縁でつながることができたので、なんか今後楽しいことをやれればなって思ってます。で、僕本当にいつかなんですけど、まだ鮎の魚醤のその製造段階っていうのを見たことがなくて、工場に行ってそのどうやって作られているのかっていうのを見たいなっていうのはもう目標であって、ちょっと大分県で ものすごい遠いところなんで夢でもあるんですけど、まあなんで見に行きたいかっていうと、やっぱりそもそも料理って、まあ料理をその考えるときにベースになってくるのが、必ずそういう製造段階とか生産者さんとか巡るときとかもそうなんですけど、その調味料だったりとか食材ができるまでのその作ってる方の思いとかをやっぱり知ることによって、自分が作っていく料理の方向性とかってそこでやっぱ変わってくるんですよね。そういう思いとかを汲み取って料理することによって、より別次元の料理を作ることができて、結果的にみんなハッピーになれるんじゃないかなっていうのを思ってるので、こういう現場に行くだったりとか、そういうのはとても大切なことなので、いつか現地に行ってみたいっていう思いがすごくありますね。はい、ごちそうさまです。今日やったこの鮎魚醤のバターパスタなんですけど、またこれプラスでキノコ入れたりとかベーコン入れたりとか、和風のベースにしても格別な美味しさなので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。すごく励みになってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。